マウルティアとは第二次世界大戦の間にドイツ軍で使用されたハーフトラックで既存のトラックを改造して作られた。そのため特定の車両を指すわけではなく、第二次世界大戦当時のドイツ軍が使用した限り、ハーフトラック全般を指す通称である。マウルティアとはドイツ語でラバのことである。1941年から1942年にかけ、東部戦線のドイツ軍は、 初頭と春先のデーネーに悩まされることになる。通常の軍事行動は、もちろんのこと、前進した部隊への補給も、ままならなくなり、かろうじて、ハーフトラック類だけがある程度の行動が可能であった。しかし、ナチスドイツが当初から軍用に開発していた、ハーフトラックは、高価なため補給任務に使用するには不経済な上、数も足りなかった。 メッサーシミット目323ギガントから降ろされる、オペル製、マウルティア、1943年それに代わって、戦争中盤以降多用されるようになったのが、既存のトラックをベースに製作されたカギ、ハーフトラック、マウルティアである。1942年、オペル、フォード、マギルス各社に、それぞれの3トントラックをベースとした車両が、SD、 KFZ3 の形式名で発注され、同年末から生産が開始された。マウルティアは基本的には既存のトラックの降臨部分を早期式に回収したもので、早期式の足回りは様々な形式が試みられたが、3トントラックベースのものではイギリス軍から旅客したユニバーサルキャリア、もしくはカーデンドイド軽戦車系列から部品を流用し、 開発されたものが生産型の基本形式となった。天輪とサスペンションはほぼカーデンドイドのままで、履帯は、これもカーデンドイド軽戦車用のコピーである、愛号戦車と同形式のものが使われた。オペル製、マウルティアは、ブリッツの名で有名な3.6から 36S をベースとし、形式名は SD-KFZ3A、フォード製は V3000S が、 ベースで SD-KFZ3 ビット、マギルス製は S3000 が、ベースで SD-KFZ3G の形式名で、各社合わせて2万両を超える量産が行われた。中でも、フォード製の生産台数が最も多く、1万4000両近くに達した。オペル製は約4000両、マギルス製は約2500両であった。また、 マウルティアは4.5トンのメルセデスベンツ L4500S をベースにしたものも作られた。L4500S ベースのマウルティアはメーカー側故障は L4500R 特殊車両番号は当初 SD-KFZ4 だったが後に SD-KFZ35 に改められた。大型の車体に合わせ足回りは基本的に 通号戦車から流用したものが使われていたが、機動輪は専用のものとなっていた。L4500R は、重国防軍牽引車の生産が、機動に乗るまでの代替として、1943年から1944年に、かけて1480両が生産された。1943年4月には、オペル製、マウルティアをベースに走行を施し、 ロケットランチャーを搭載したパンツァーベルファーとその弾薬運搬車も製作された。しかし、東部戦線のアクロは場所によってはハーフトラックでも走破が困難な場合もあり、前走記者のアーストラクターも開発されている。ありがとうございます。